連れて行ってくれるんだい。ここには何かがある。予感がする。ここではどんな鉱石に出会えるのかな。楽しみね。パラスの死骸か何かかな。目の虫じゃなくてノッポンだよ。ノッポン？モグモグを虫と間違えるなんてひどいもん。いえごめんなさい。私虫が少し苦手で。少しどころじゃないくらい驚いてたもん。しっかり者のメノーらしくなかったね。意外な一面が見れたな。本当ごめんなさい。Thank you.
いを怠るなよ。さあ、どこを目指そうか。何かがある。予感がする。思えば遠くまで来たもんや。見覚えのある景色だからといって周囲の警戒を怠ってはダメ。私の力を使えば。使うよ。俺ならどうでしょう。花は鉄のハートの持ち主なんですもん。ここには何かがある。予感がする。よっしゃ、行くで。さて、どこへ向かうんだっけ。何かがある。予感がする。着いたぞ。さあ、どこを目指そうか。
ここには何かがある。予感がする。よっしゃ、行くで。さて、どこへ向かうんだ。どこを目指そうか。ここには何かがある。予感がする。って言ってくれるんだい。着いたぞ。さあ、どこを目指そうか。ここには何かがある。予感がする。到着。さあ、今度はどこへ連れて行ってくれるんだい。ここには何かがある。予感がする。行くで。さて、どこへ向かうんだっけ。ここには何かがある。予感がする。
遠くまで来たもんや。さて、連れて行ってくれるんだい。パッ。ぎゅ。パラスがうじゃうじゃ女。パラス？メノーには厳しい場所だな。どうする？引き返すか？私なら大丈夫。これぐらいの数なら別にどうってことはないから。私が追い求める功績はきっとあの奥にある。ここまで来たのに引き返すつもりはないわ。さあ行くわよ。近づかなければ大丈夫。刺激しないようにゆっくり進もう。メノ、大丈夫か？あかん、気失ってんで。ここで立ち往生するわけにはいくまい。一旦引こう。あれ？私、気絶しちゃったの？ごめん。そんなに気にするなよ。うん、誰にだって苦手はあるからさ。でも、情けない。私のわがままに付き合ってもらってるのに気絶するなんて。でも、これからどうするの？私たちがパラスを一掃するから、その後メノーが来るとか？それはダメ。やっぱり自分の手で切り開かなくちゃ。でもメノーは虫が大の苦手も。そうだけど。ほなメノーは目をつぶりながら戦うんはどうや？間違ってみんなを攻撃しちゃいそう。普段のメノーは多くの仲間を助けているのだ。こういう時は仲間を頼るのも間違いではないだろう。それはそうなんだけど。難儀な性格やな。けどそれだけ意志は固いっちゅうこっちゃな。そうだな。もうメノーがやるしかないよな。そうだよね。私、みんなと話してて分かった。どうしても自分の手でこの先へ行って
新しい鉱石を見つけたいんだって。苦手な虫が出てきて弱気になっちゃったけど、それじゃあいけないよね。いくら困難が立ちはだかろうとも、勇気を振り絞って突破しなきゃ。なんや、熱なってきたな。ああ、目のおらしさを取り戻したな。うん、みんなもう一度挑戦していいかな。もちろん。私もできる限りフォローするから気合い入れていくよ。ありがとう。今度こそ私の意志を貫く。ここには何かがある。予感がする。遠くまで来たもんや。さて、どこへ向かうんだ。もももも、もももも、もどう。よく頑張ったもん。確かに見たこともない鉱石も。本当に間違いじゃない。間違いないもん。これは絶対に新種の鉱石も。やったな、メノ。勇気を出した甲斐があったな。みんなありがとう。さて、発見者にはこの鉱石に名前をつける権利があるも。どんな名前をつけるも。遠慮するなよ。もう決めてあるんだろ。うん。レホヒニビハメカジサはどうかな。レホヒニ。みんなの頭文字を並べたんだけど。覚えづらい。それに誰かを忘れてる気がするもん。名前はメノーでええやろ。賛成だ。私の名前なんておこがましいよ。みんなの力で見つけたものなんだし。そんなことないよ。そうそう、鉱石の発見者の名前をつけるのはよくあることも。あんたがこの偉大な発見をした証明になるもん。ブレイドはいつか記憶を失う。もしメノーがそうなったとしても、アルストの人々はメノーって名前を記憶に刻み続けるんだ。それは悪いこととちゃうやろ。うん。それじゃあメノーって名付けさせてもらうね。あ、いいと思う。その石にぴったりの綺麗な名前だと思うよ。ではこの鉱石は今日からメノーも。みんなありがとう。Thank you.